こんにちは、盆栽職人みなやとしです。今回は秋におすすめの盆栽を皆さんに紹介したいと思います。でここ高松盆栽の里なんですけど、知ってる方も多いと思うんですけど、たくさん盆栽があって、秋といえば実物、実がなる盆栽とか紅葉するものがあるので結構楽しめるんですよ、初心者の方でも。なので今回それを紹介したいと思います。今9月中旬で色がついてないのもあるんですけど、10月ぐらいになったら綺麗に色がついたり紅葉したりそういうのも多いので、気になる方はそういうものから始めてもいいと思います。じゃあ早速行きましょうか。あ、早速はここにもある、姫リンゴなんですよ。まだ赤くなって、ちょっと赤くなり始めたぐらいですかね。4500円。実が大きいですけど、大きい。前回来たよりなんか時よりだいぶ大きくなってる気がする。あ、そうですね。その隣は柿、牢屋柿です。これももっとオレンジ色になるんですよ、柿色に。あ、綺麗ですね。まだ緑ですだからちょっと分かりにくいです。6600円。6600円、値段分かるの本当いい。6600円、始めやすいです。ちょっと僕も盆栽に染まってきてるんで、まあ安い、あ、まあまあ6600円、あ、いや、いいねって思うけど。あ、いいです。あ、これ、あ、梨もありますよ。梨、香川は梨有名ですからね。あ、そうなんですか。そうなんです、あの水戸の方とか。ああ、聞いたことある。これいくらだと思うんですよ。え、5000円ぐらい。6600円。ああ、6600円。紅葉する雑木と紅葉しない雑木があるってことですかね。そうですね、イチョウ。え、これ。あ、そうです、そうです、イチョウ。え、大きい。イチョウはどちらかというと黄葉ですかね。え、なんて。黄葉。黄葉、あと黄色い葉、紅の葉で紅葉じゃないですか。はいはいはい。黄色になるってことで紅葉っていう。紅葉じゃなくて黄葉。はい、もみじさんがいますね。山もみじ、これまだ緑色してますけど、これが真っ赤になります。山もみじ4400円。隠したんですか。安いな。結構安いですよね。うん、結構大きいですね。これで4400円。うん、こういうのを始めやすいんじゃないですか。なんか楽しみが増えるというか、特に秋だとこう季節を感じられるんですよね。やっぱ紅葉したり実がついたりするって。ここにも柿とかちっちゃい姫リンゴ。ああ、そうですね、これ赤いですね。イメージはこんなのがいっぱいつく感じです。かわいいですよね。かわいいですね。3300円。盆栽の里は本当こういっぱいあるじゃないですか。だから楽しいと思うんですよね、もみじ。これはプラバチ、プラバチだからちゃんとしたあの鉢じゃないんで、ここからちゃんとした鉢に入れて。これも いじってる木なんですか。これはちょっとは手入れしてると思うんですけど、素材として買うっていうのもありだと思うんですね。植え替えを自分でやりたいとか、剪定自分でやりたいとか。ちょっともう紅葉してるじゃない。あ、ちょっと紅葉してる。こんな感じ、綺麗ですね。カエデってどれ。いまいちもみじとカエデの違いが分かってないんだ。カエデって漢字は違うんですけど、カエルの手、こうなるじゃないですか。カエルの手、カエデ。あ、これカエデ。はい、カエデの寄せ植え。あー、かわいいですね。はい、これも紅葉して綺麗になると思います。これいくらだと思います。寄せ植えでしょ。ちょっと高いです。8000円。1万3000円。その黄色い実は。あ、これピラカンですね。ピラカンサ。ピラカンサ、はい、4180円。かわいい、かわいい。形もちょっと綺麗だし。ピラカンもまだここにもあるし、そっちにもありますね。今オープニングやりながらちょっとこれなんだろうって気になってたんですけど、なんて読むんですか。デュランタ。デュランタ、宝塚。初めて見た。宝塚っぽい。そういうことじゃない。あ、そういうこと。いや、違うと思う。歌劇団の方。っぽいけど違うんだろうね。そう言われるとなんかあれですね。あ、真由美。僕からしたのは真由美さんでした。はい、松さんからしたら真由美。はい、真由美と小真由美があるんですか。はい、真由美でも前ありましたよね。前あった。あ、これ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 、真由美、真由美。これそうです。あ、ちょっと大きいけど。大きい。はい、小真由美と、はい、あのあれね、ダックスとミニチュアダックスみたいな。真由美大きい。これも紅葉するんですかね。はい、これ実がこうなって、あ、真由美って実がなるんや。え、なんか実の形が可愛いんですよ。これも赤くなるんですか。これ真由美って確かパカって開くんだと思うんですよね。これが。はい。あ、そうなんや。美山街道ってリンゴみたいなんですけど、はい、違うんですよ。美山街道
カイドウ。リンゴじゃないんですか。うん、何なんですか。似てますよ。うん、何なんですか。ミヤマカイドウです。え？ミヤマカイドウ。あ、で実とか花がつくのも秋は可愛いんですけど、クロマツとかも目切りするじゃないですか。目切りして2番目次に出てくる葉っぱが秋でこう短く出揃うんですよ。なのでそれも結構見た目的にはいいので、見物とかもありますけど松もおすすめです。見頃ってことですかね。見頃、はい、短くこう葉っぱが揃って、なんで秋にとかっていうのは分かんないですけど、まあ、葉を短くするで大木感を出すっていう目的があります。赤い。これもしかしてアメリカ街道だ。ヒメリンゴに似てるけど食べれない。いや多分分かんないですね。盆栽ってすごいな。そんなちっちゃい木なのになんで大きな実がなるんだろう。すごくない。すごいですよ。柿とかやってすごいよね。ああ大きいのなって。これはあかり、これかり、これかり前紹介したことありますね。これ、ああそうです、これちょっと大きいですけど、うん、でこういうふうに実をつけるんですね。大きい。はい、これは1本の木。これ1本、1本っていうか、株立ち。根っこは同じやつです。へえ。いっぱいこう出てくる。これちょっとでかいですけどね。なんかその見物とか紅葉する雑木とかを、はい、秋に育てるのに何か注意することってありますか。肥料を上げすぎて実が落ちちゃうっていうのもあるんですよ。肥料はある程度上げた方がいいんですけど、それやっぱ実をつけるってすごいエネルギーじゃないですか。エネルギー使うじゃないですか。だけど肥料を上げすぎると実が早く落ちちゃうっていうのもあるんですよ。水とかは。水やりに関して言えば夏に比べると秋の方がやりやすいと思うんですね。夏は水がたくさん必要なので。そう考えると秋って見物もあるし紅葉もするし水も少し夏に比べるとやりやすいので、初心者の方は始めやすいと思いますね。松持ってる人でまだ見物持ってない人とかもいらっしゃると思うんですけど、並ぶと色があってなんか雰囲気が出ますよね。そういう意味でも秋に色のつくものを追加で購入するのもおすすめってことですかね。そうですね。やっぱ松と違ってこう四季がはっきり分かりやすいですよね。はい、今回は高松盆栽の里で秋におすすめの盆栽を紹介させていただきました。気になる方はぜひ高松盆栽の里に来てください。それでは今日の盆栽いきましょう。はい、今日の盆栽はこの時和柿になります。だいたい15年ぐらいかなと思います。樹形はですね、これ多分根っこだと思うんで一応値上がりかなと思います。なんかちょっと変わり木っぽいですけど、まあ値上がりかな。で今まだこれあの実がこうついてるんですけど、まだちょっと青いんですよ。ここから赤くなっていくので、その変化もすごく楽しめる一鉢になってます。